言霊2月24日鬼滅の刃コラボ公式生放送をサクッとまとめて紹介するチャンスギニュースのお時間です。今回の生放送は2時間ほどあったのですが、なるべく丁寧かつポイントを絞ってお届けしていこうと思います。まずコラボ情報の前に、言霊に新機能が今回のコラボから2つ追加されます。1つがクイズ機能、検定機能って言ったらいいんですかね。これは普通に50音に自由に変換できる言霊たちを使って問題に答えるというものです。サブコンテンツって感じですかね。で、2つ目ですが、グループが登場します。種族とかそれとはまた別にグループという属性ができるという感じですかね。で、これは技の追加効果やリーダー特性で恩恵を受けられるようになるので、またちょっとデッキを組む楽しさというか難しさみたいなものが増えるかなという感じです。鬼滅の刃コラボのガチャキャラはですね、鬼殺の同士というグループがつくみたいです。ではいよいよ本題、コラボ期間中にもらえる配布キャラについて。以前からお知らせにあったかまど炭治郎星5の他にもですね、こちらの11体のキャラがもらえるそうです。しかも全部レベルマックスの状態。今回のコラボから始めるよって方には嬉しい特典内容になっています。最初の頃は結構キャラのレベルを上げるだけでも大変なので、これは便利に使っていけるんじゃないかなと思います。コラボ期間中にですね、友達招待でこちらの特典がもらえるそうです。僕はちょっと誘う相手がいないのでどうしようかなと今考えていますが、まあなんとなく自演をやってみようかなとは思っています。はい、では注目のガチャです。鬼殺隊の柱が全員登場するというびっくり情報が解禁されたのですが、実際どうなるのかな、全部ガチャキャラなのかなちょっと不安になってたんですが、結果ですね、ガチャが2つに分けられました。1の方と2の方とガチャの種類が、一気に2つ出るんですが、召喚1の方で出るキャラクターはこちらになります。かまど炭治郎、こちらは配布されるものとは別のキャラクターになります。あとはねずこ、煉獄、胡蝶忍、伊之助、姫島、しねず川と星5だけで7体です。召喚2の方で出るキャラはこちら、炭治郎は共通で出るんですが、義勇と善逸、天元、甘露寺、イグロ、無一郎の7体ですね。さらに1と2の共通で出る星4キャラとして、カナオとサビト&マコモがあります。もうコンプするのにどんだけ虹の言霊いるんだって話なんですが、ちょっと今回想定してた、虹玉ではね、足りなそうなので、ちょっと大人の力も最近使いまくってるんで困っちゃうなって感じですね。で、降臨キャラとなる鬼たちです。こちらは前情報通り、境外とルイ、エンム、赤座、そして破滅級は無残でした。ではガチャキャラの性能をざっと紹介していきますが、その前に配布キャラの炭治郎ですね。これ文字がめちゃくちゃいいんですよね。カガとタダが使えます。リーダー特性はちょっと特殊で、水木火のキャラクターの HP60%、 アタック 60% アップ、呪い耐性が 50% となります。混合デッキで使えるリーダーなので、初心者でもね、扱いやすいキャラクターになってるかと思います。で、特性が弱体ガードと自身の睡眠耐性が 50% で、鬼殺の同士グループに呪い耐性が 5% つきます。で、このまま、ガチャの炭治郎を紹介しますが、使える文字は、さっきと同じでカ・ガ・タ・ダになります。
ただこちらはモードシフトで水属性と火属性に切り替えて使うことができます。リーダー特性は鬼殺の同士グループに HP60% アタック 200% アップで、水の方が混乱耐性 50% 睡眠耐性 100% つきます。火の方は呪い耐性 30% 汚染耐性 100% がそれぞれつくという感じになります。特性はヒールブレイカー、コピーガード、自身の睡眠耐性 50%、 鬼殺の同士グループに呪い耐性 200% がつきます。ぶっ壊れレベルの強さなんですが、鬼殺の同士グループのリーダーに特化しているっていう部分があるので、コラボ終わってからの普段使いで使っていくにはちょっと微妙なキャラなのかもしれません。次、ネズコですね。文字はカ・ガ・ネが使います。リーダー特性は A 種族 60% はアタック 80% アップ、汚染耐性 50%、 鬼殺の同士グループのキャラクターはさらに HP60% アタック 80% 汚染耐性 50% プラスされます。特性はヒールブレイカー、コピーガード、魔種族キラー 50% で、鬼殺の同士のグループに呪い耐性が 10% つきます。こちら進化前のキャラボイスがめちゃめちゃ可愛かったので、気になる方はぜひ公式放送を見てください。次、イノスケ。使える文字はイ・ハ・バ・パ。リーダー特性は火属性、 HP100% アタック 100% 睡眠耐性 100%、 特性はビリビリガード、コピーガード、鬼殺の同士呪い耐性 100%。 コピーガード持ちのイなので、もうこれはね間違いなく強いですね。ぜひ手に入れたい一体だと思います。次、善逸ですね。使える文字は、せ、ぜ、あ。リーダー特性は光と闇の HP100% アタック 160% アップ、睡眠耐性が 100%、 さらにデッキ内のコトダマンにランダムで連続攻撃のクリティカル発生率 50% アップがつくらしいんですが、多分今回初めて出たリーダー特性だと思います。ちょっとイメージがしづらいんですけども、なんか強くなるってことなんでしょうね。特性としてはビリビリガード、ヒールブレイカー、魔族キラー、ですね。で、鬼殺の同士混乱耐性 10% アップとなっています。次、煉獄さんですね。使える文字はキ・ギ・レ。リーダー特性は、火属性10体、うち兵種族が4体以上で HP100% アタックが 160% アップ、汚染耐性 100% となっています。特性はヒールブレイカー、スーパー弱体ガード、鬼殺の同士呪い耐性 10% です。次、胡蝶忍です、ね、使える文字は胡五四で、闇と水のダブル属性持ちでした。最近の高難易度クエは属性ボムが増えたので、コラボ後も活躍する場所がなんかありそうだなって感じはしています。リーダー特性は闇属性12体、うち A 種族6体以上で HP100 アタック 160% アップ、汚染耐性が 100%、さらに A 種族キャラが技スゴ技でダメージを与えた場合、腐敗 15% を2ターン付与、まあ、いわゆる毒だと思うんですが、これはね結構地味に効きそうな特性だと思います。で、特性の方はウォールブレイカー、ヒールブレイカー、魔種族キラー 50%、 鬼殺の同士混乱耐性 10% がつきます。次は姫島行名ですね。使える文字はキ・ギ・キ・ビ・ピ。リーダー特性は鬼殺の同士アタック 300% アップ、もうついに来ました、この 300% アップで、毒耐性、睡眠耐性がどちらも 100% です。もう完全にワンパン用のぶっ壊れリーダーなんですが、鬼殺の
同士限定なところが、まあ、うまくレベルというかこうライン引いたなって感じなんですよね。だ結局これをの効果を得るためにはガチャ引かなきゃいけないし、北津の同士を持ってないと、まあ、正直あまり使えないリーダーになってしまいますね。で特性は、ヒールブレイカー、スーパーシールドブレイカー、鬼殺の同士混乱耐性 10% です。リーダー特性がまあもうどう見ても魅力ではあるんですが、個人的にはスーパーシールドブレイカーも使いどころが結構あるんじゃないかなと思うので、単体で見れば結構いろいろ使うところが出てくるんじゃないかなと思います。次、品津川さねみですね。リーダー特性は混合デッキですね。木と火と水が各4体、うち A 種族が6体以上で HP120%、アタック 160% アップ、汚染耐性 100%、 特性は弱体ガード、コピーガード、魔種族キラー 50%、 で鬼殺同士呪い耐性 10% です。はい、どんどんいきましょう。次、義勇さんですね。文字は木、義、と、ど。リーダー特性は水属性 HP100% アタック 160% アップ、呪い耐性 100%、 特性は弱体ガード、ヒールブレイカー、技反撃、鬼殺の同士呪い耐性 10% です。特筆すべきはですね、技反撃だと思いますね。テストプレイのデモ動画を見る限り完全にぶっ壊れでしたね。気になる方は公式放送の56分頃だと思うんですが、その辺ぐらいから見てみてください。続いて天元、文字はう、て、でと、もう抜群に使いやすいですね。リーダー特性は光 HP100% アタック 100% アップ、呪い耐性 100%、 特性はビリビリガード、ヒールブレイカー、鬼殺の同士混乱耐性 100%、ごめんなさい、ビリビリガード、ヒールブレイカー、鬼殺の同士混乱耐性 10% です。パッと見はそんなに強そうじゃないんですけども、凄技にですね防御力ダウンの効果がつくみたいなので、他のキャラとの組み合わせ次第では相当使えるんじゃないかなと個人的には思っています。次、カンロジちゃんです。文字は火、が、にで、火と光のダブル属性でした。火でダブル属性なのでかなり偉いですね。リーダー特性はデッキ内に火、光属性各6体で HP100%、アタック 160% アップ、呪い耐性100%。特性はヒールブレイカー、スーパー弱体ガード、ドロージ鬼殺の同士にアタック小アップ。で、鬼殺の同士に呪い耐性10つきます。次、イグロですね。使える文字がイ、オですね。またイなんですよ。今回のコラボはもう総じて文字がイっていうのが特徴な気がします。リーダー特性は水の HP100% アタック 100% アップ、睡眠耐性 100%、弱体ガード、コピーガード、鬼殺の同士呪い耐性10です。では最後、無一郎。文字はと、ど、む、で、こちらも木と水のダブル属性となるそうです。リーダー特性は木、火、水が各4体、うち A 種族が6体以上で HP100% アタック 160% アップ、炎上耐性が100%、特性が弱体ガード、ヒールブレイカー、実体化時鬼滅の実体化時鬼殺の同士アタックショーアップ、鬼殺の同士呪い耐性10つきます。星4のサビトとマコモカナエについてはこちらを見てください。どちらもですね、凄技で HP 回復ができるのが特徴だと思います。なのでコラボ後も普通に使う場面が多いと思うので、まあ、1体は手に入れておいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、では満腹にできる降臨キャラですが、
境外は普通なんですけど、ルイ・エイムは HP アタックともに 80% アップと優秀だと思います。で、アカザ・トムさんに関してはもう普通のガチャキャラ以上のリーダー特性を持っています。ムザンはスーパーチェンジガード持ちでム・ザ・ンがさらに追加されるんで、まあ、かなりのぶっ壊れなんじゃないかなと思います。これを弱いという人はまずいないかと思います。で、このムザンを集めるためになんですが、ムザンのクエストをクリアして帽子とジャケットのアイテムを集めて交換するシステムになります。あと配布でもらえる炭治郎を進化させるクエスト石切りの試練が登場します。また今回はマルチプレイでクリアすると特別報酬があります。ソロプレイヤーにはきつい仕様ですね。で、いつものコラボ同様、宿題でゴッドブル100、コラボワードの解放で虹の言霊最大500個もらえます。ありがとうございます。ちょっと内容が内容だったのでまとめたつもりですが割と長くなりましたが、以上となります。鬼滅の刃コラボが楽しみという方はぜひグッドボタンをお願いします。それではコラボを楽しみましょう。ご視聴ありがとうございました。